それでは進行がねちょっと溜まったので見ていこうと思います。じゃあまず主人公ムーンちゃんとドゥドゥのシーン B の会話です。見ます。今日の朝練は随分とごたついてたわね。何かあったの？よくあることだ。兵士の中には俺の存在を面白く思わん者も多い。あ、ダスカーだからね。面白く思わない？お前も知っての通り、俺はダスカーの生まれだ。陛下が即位されてからダスカーとの関係も変わりつつあるとはいえ、同じ舞台で共に戦うにあたってわだかまりがないといえば嘘になるだろう。私は気にしないけど、気にする人がいるのも確かでしょうね、うん、特にダスカーで身近な人が死んじゃった人たちなんかは複雑な心境でしょう。加えて俺はこの絵の兵を預かっている。彼らの中には国内諸侯の子弟も多い。貴族でも騎士でもない俺が陛下に重用されているのが気に食わん者もいる。ええ、そういう人たちもいるわね。確かに私も陰でいろいろ言われてるみたいよ。あ、主人公も一階の傭兵に過ぎなかった私がたまたまディミトリと出会って士官学校で机を並べ、幸運にも重用された。ずるいと思う人がいるのも仕方ないでしょう。そうだな、俺もお前も偶然陛下と出会い拾っていただいたに過ぎない。貴族の子弟として生まれ育ち、王に仕えよと共同されながら偶然の機会を得られなかったものからすれば、それはとても残酷なことだ。ディミトリも苦労してる部分でしょうね。下手な真似すれば争いになりかねないし、でも解決方法は単純明快じゃない？うん、私やドゥドゥが皆の信頼に値する将なんだって示せばいいだけの話よ。前に話したわよね。成果を上げれば自然と信用が、そして信頼がついてくる。背中で示すしかないな。臭い人でもきっちり成果を上げる将には皆ついていくのよ。傭兵団で学んだのか？私がいた傭兵団にも族上がりの人がいた。皆も最初は信用してなかったけど、文句も言わず真面目に働き続けて、気づいたら団長や港も打ち解けてたの。1年も経てば私も自然と軽口を叩けるような仲になってたわね。そのものはお前たちの信頼を勝ち取ったのだな。ええ、そうね。ただもちろんそういう人が絶対に裏切らないって保証はないから、あなたみたいに周囲に目を光らせる人も必要不可欠だとは思うわ。なるほど今日は喋りすぎたわね。いや、参考になった。今後に生かすとしよう。もう立場がちょっと似てる者同士、話が合うのかもしれないですね。じゃあ次、アッシュの CNB。 どうしたの？考え事？うん、少しね。前に私の母さんの話をしたでしょ。あ、そう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 。考えれば考えるほど不思議な人のような気がしちゃって。貴族の生まれじゃないけどね、なんか貴族並みの教養を身につけてるっていう話してましたよね。どういうことも何も言葉通りよ。何か事情があったんだろうくらいに私は今までは考えてたんだけど、ものすごく珍しいことなんでしょ。読み書きの達者っぷりも教養の豊かさも、うん、魔法をいろいろ使えたのだってね。過去の話をしない人だったにしても何か手がかりになりそうな話はないの？例えば古い知り合いがいたとか、何か特徴的なものを持っていたとか。どうかしら。母さんが死んだのはかなり前のことよ。そういった心当たりはないし、遺品と呼べるようなものも持ってないわ。おう、だったらさ、調べてみようよ。僕も手伝うからさ。調べるって母さんについて？いきなりね。
僕の両親は僕や弟たちが小さい頃に二人とも流行り病で亡くなったんだ。家族での思い出や作ってくれた料理のことは今でも思い出せるんだけど、両親について知っているのはそれだけだ。調べてみてもほとんどわからなかった。それが僕にとってはすごく寂しくて、君を見ていると自分と重なっちゃってさ。そうなの要するに僕の自己満足ってこと。嫌だったら断ってくれていいよ。ありがとう。だし頼もうかしら。お願いするわ。私も母さんについては知りたいわ。でもどうやって調べるつもり？とりあえずは君のお母さんを知る人に尋ねてみるとかかな。村の人との交流もほとんどなかったのよ。誰も知らないと思うけどね。山奥とはいえ村で暮らしていて誰とも関わらない人なんて普通いないよ。村人の中には事情を知る人もいたと思う。例えば村長とか。村長いるかもしれないけど、もう死んでる可能性も結構あるでしょう。それを確かめるためにもまず村に手紙でも書いてみたらいいかもね。もし誰も文字を読めなかったら、その時は自分の足で向かうしかなさそうだけど。やってみる価値はあるかも。遠くまで人をやるってのも申し訳ないけど、ひとまずそれで試してみようかしら。よし、それじゃあそうと決まれば早速手紙の用意をしようか。でこれシーンAに続くのか、主人公の母親はどうなのかね、ちょっと楽しみですね。じゃあ次メルセデスのシーン B。 はあ、これで物資の整理も一段落ってところかしら。うん、そろそろ休憩ってとこね。結構な重労働だったし、一緒にご飯でも食べに行かない？たまには街に出るのも悪くないでしょ。主人公結構積極的ですよね。喋るっていうのもあるけど、お腹はそこまで空いてないのよね。あ、そうだわ、よかったらお茶会にしない？あ、いいね、お茶会。お菓子をご馳走するわよ。お茶会？まあそれでもいいけど、どういう風の吹き回し？実はね、この間手当てをした兵士さんがお礼にってお砂糖をくれたのよ。この時代ってやっぱお砂糖とか胡椒とかすごい貴重品なんだろうな。それを使ってお菓子を焼いたの。あなたにも食べてもらいたくって。そういうことね。まあご飯代わりにお菓子もたまには悪くはないかも。決まりね。しょっちゅうやるわ私。じゃあご飯代わりにお菓子食べる。お茶を用意してくるわ。待っててちょうだい。あら、これも美味しいわね。初めて食べるけどなかなかいけるじゃない。褒めてもらえて嬉しいわ。そのお菓子はね、私の自信作なの。へえ、なんとなく懐かしい味がするわ。昔母さんが作ってくれたお菓子を思い出すの。まあ、あなたのお母様が？ええ、私は山奥の村で育ったんだけど、母さんが山になってる木の実を取ってきてお菓子を作ってくれたことがあるの。あら、木の実を使ったお菓子とっても美味しいわよね。私も大好きよ。生地に練り込んで焼くのもよし、蜂蜜につけて食べるのもよしだわ。まあ母さんのお菓子はあなたのほど凝った代物じゃなかったわ。そう何度も食べたわけじゃないけど、不思議と味は覚えてるの。美味しかったわ。こうしてその時の味を今でも覚えているなんて素敵だわ。お母様との暮らしはあなたにとって大事な思い出なのね。うん、もうずいぶん薄れちゃったけどね。おお、ねえ、昔に戻りたいって思うことはある？しょっちゅうありますね。ある。戻れるものなら戻ってみたいわ。今の私なら
母さんとももっと話ができるけど、昔は昔よ。母さんも死んだわ。違うかしら。そうよね。メルセデス、どうしたの？メルセデス、急に浮かない顔して。ユリッツァ先生の話するかなって思ったけど、ごめんなさい。私ったらしないね。ちょっと上の空だったわ。てかユリッツァ先生しばらく空気だったよね。なんか一番最初ちょろっと出てきて、もう出てきてないし今。あ、帝国にいいのかな。甘めに作ったのよ。ええ、それじゃあありがたく。はい、じゃあ次、アネットシェーン B。 ねえ、あの曲の歌詞、あ、歌か。呪詞師が天をかけるみたいな感じの。呪詞師？なんとなく曲の見当はつくが、俺が知ってるのとは少し違うな。なんか人面の馬が並んで緑の草原をかけていく。人面の馬って怖すぎない？あら？シーマンの馬バージョン。確かに言われてみればそんな歌詞だったような気もするわね。なんだか不思議な歌詞だけれど、一体誰が作った歌なのかしら。うまくいかないものね。そうだね。広まっちゃった。ちゃんと歌詞を作り直したはいいけど、新しい方は全然広まらないんだもの。近頃じゃ人面の馬は何かの暗喩だなんて考え出す人たちもいるみたい。陰謀論みたい。人面の馬は知恵と野生の融合を表し、両方を備えた勇士の戦勝を記念しているとか、あるいはあの馬は女神の使いか何かで罪深き者を裁くために降り立ったとか。なんでこんなことに。なんでこんなことに。そんな難解な意味を込めて歌ってたわけじゃないのにな。私はただ騎士の人たちが草原をかける姿を歌にしたくって、そこにドゥドゥから教わったダスカーの言い伝えを絡めただけなんだよ。それがどうして人メンバーの歌になったのか私にはさっぱりわからないけどね。だからあれは人メンバーじゃなくて言い伝えの中に出てくる戦士なんだってば。わかったよ。戦士なんだってば。みんなすっかり古い方の歌を気に入ってるんだし、もうこれでいいんじゃない。歌なんて人に聞かせたその時からあなたの手を離れて広がってくものだし。うわ、適当なこと言ってなさそうとしてるでしょ。ごめんって。それは否定できないけど。ごめん。でもどうしようもないのは事実よね。また新しい歌詞を作ってみんなに聞かせても都合よく広まるかはわからないわ。そうかもしれないけど。ねえアネット、歌っていいものよね。いざって時に歌うと力が湧いてくる。もしかするとあなたの歌も戦場のどこかで戦ってる人の支えになってるかもしれない。そうかな。そういえば人面の馬って何なのかしら。もしかしてそういう魔物か何か。そんな魔物の話は聞いたことがないな。地底から這い出した怪物とか。ちょっと怖いことを言うのはやめてもらえる。せっかく楽しい歌なのに。ずっとため息ついてたね。さっきの会話アネット。じゃあ次イングリッド。イングリッド、いいところに。トビアス傭兵団って知ってる？なんですやぶから棒に。トビアス、どこかで聞いたような気もしますが。あれ、知らないのかしら。ベルラン団長の話もあんまり信用ならないものね。私が昔いた傭兵団の団長がまだ子供の頃に身を置いてた一団らしいんだけど、そこの団長はとある領主に忠誠を尽くし、領主からも重臣として扱われたっていうの。珍しいですね。傭兵と雇用主とは普通金銭で結ばれた関係にとどまるものですが。どうやらその傭兵団は戦いだけじゃなくて城下の発展にも尽力したみたいでね。例えば剣や弓を置いて鍬を持ち、荒れた貧しい土地を必死で開墾したとか、財政難に苦しむ貴族のためにと町で店を開いて商売を始めたとか。もはや傭兵の域を超えているような、ね、それとも傭兵としては普通なのですか。まさか。
戦いがなりわいの傭兵にそんな仕事を頼んでくる人はいないわ。仕事を頼んだその領主も受けた傭兵団もどちらも型破りだったってことよ。傭兵ってなんかあのダークな印象少しあるけれども、さすがにそうですよね。前代未聞だよな。傭兵団なんて前代未聞だと思います。結局その団長は領主と固い絆で結ばれ片腕とまで呼ばれるようになったわ。つまり傭兵とか領主とか肩書きに縛られる必要はないってこと。傭兵だって雇い主のためにと武器を置いて農民まがいの仕事をしたのよ。領主がどんな仕事をしたって私はそこまでおかしいとは思わないけどね。なるほど、そうして先日の話につながるというわけですね。ありがとうございます。自分なりに考えてみようと思います。うん、答えを探すのは大変だろうけど私でよければ相談にも乗るわよ。何はともあれ団長の昔話がイングリッドの役に立ったならよかったわ。私もトビアス傭兵団の話を聞いた時はそんな話があるのかと思ったもの。本当に、トビアス、トビアス、やはりどこかで聞いたような。そうだ、その漁師というのはもしや祖母のことではありませんか。あなたのおばあさんというと多分先代のガラテア博よね。はい、よく覚えてはいませんが祖母の友人がそんな名前だったような。あのご老人が傭兵団長だったなんてにわかには信じがたい話ですが、もしそうだったならやっぱりよっぽど重用されてたんじゃない。こんな形で話がつながるとは不思議な縁を感じるわね。そうですね。へえ、お、支援レベル B の達成だって。敵将の中に入るのか。はい、じゃあメインストーリーやっていきます。本当なの？ああ、報告によればな、灰色の悪魔は仲間の仇なのだろう。お前には奴の対処に当たってもらいたい。確かに自分で倒せるならそれに越したことはないけど、無理に私に気を使わなくていいわ。勝利を優先して。だが奴の打倒こそがお前にとってのなすべきことならば叶えてやりたい。もちろんあの人は超えるべき目標よ。けど戦争に負けちゃったら元も子もない。超えるべき目標か。以前から尋ねたかったんだが、お前は仲間を殺した相手を恨んではいないのか。傭兵の仕事には死がつきものよ。昨日の仲間と今日殺し合うのも当たり前、うん、もちろんろくでもない雇い主に使い潰されたりしたなら少しは恨むけど、何かあるたびに恨んだり復讐を誓ってたりしたらキリがないわね。そういうものなのか。ちょ、驚いてません。王様だって同じようなものでしょ。一人で背負える重さにも限りがあるわ。ってずっと言おうと思ってたの。あなた真面目すぎるところがあるから。まあそれはともかくだ。お前がそういうのなら一つ提案がある。もしも不快に思ったら聞き流してくれていい。なんだ。すぐにとはいかないだろうが、いずれあの傭兵団を味方に引き込めないだろうか。あの人たちを仲間に。ないないない、そんなことが。傭兵は信頼を大事にする商売だが、帝国以上の報酬を提示すれば、あるいは。陛下、ロドリグ殿がお呼びです。陣形について確認したいことがあると。ああ、すまない、すぐに行こう。話はまた後で。ジェラルト傭兵団を味方にか。とんでもないことを考えるものだね。でも今って帝国側についてんじゃないの、ジェラルト傭兵団って。どうなんでしょうね。え、ベレスと死神騎士。あ、死神騎士出てくるのね、イエッツ先生。二手に分かれた自軍いずれかの全滅。はい、あ、ベルちゃん出てくんじゃん。ベルナデッタの説得。なんこれ、敵砦の耐久力を削った状態。いいね。回復アイテムを味方砦に、補充し戦闘を開始する。おー、剣殺しを付与。何がいいかな。
どうしよう。これでいくか。はい。でユニットどうしようかな。フェリックス、アネット、ハッピーちゃん。これでいきますかね。よし、行こう。はい、行きます。帝国軍を叩き、侵略の芽を摘み取る。敵には手だれもいる。注意して進め。あんまりレベル上げしてないんですよね。近くの村跡に銃を構えてるみたいですね。傭兵団の位置がつかめない以上、迂闊には動けないわ。先に周囲の敵を片付けよう。では帝国軍の前線部隊を撃破せよ。任せてちょうだい。あ、ちょっとレベルが高いな。いけるか。私に任せといて。では、じゃあディミトリと最善を尽くすとしよう。こっち側がちょっと不安やな。大丈夫かな。始めるぞ。ドゥドゥ、あんまりねレベル上げをしてないから。全力で頑張ります。私に任せてください。やってみるとしよう。縦に分かれて。物は試しだ。やっちゃうよ。それじゃあ行こっか。やっちゃうよ。はい、よし行こう。私はこっちに行く。まだ吹け込むわ。それかブリファンド。ほら、村跡へ続く道は閉ざされていますね。向かうための策を講じなければ。うん、これでいい。残る部隊はいくつだ。さあ次は。敵陣に灰色の悪魔の姿を確認しました。灰色の悪魔。加えて死神騎士もいるようです。死神騎士、帝国の猛将か。うまく彼らを孤立させたい。もう出てきたか。敵衆、あ、ベルちゃんや。帝国軍迎撃のため開門。わざわざ門扉を開いてくれるとはな。制圧して厄介な敵を引きずり出すぞ。外周部の砦を制圧し敵軍に注目させよ。なので、ローテアちゃんと私の出番みたいね。ディミトリでこっちに行ってもらって、最善を尽くすとしよう。ツテさんこっちに行こう。私とこれは効くだろう。ちょっと相性が良くないけど。でこっちチームは始めるぞ。出るとしよう。と全力で頑張ります。私に任せてください。やってみると。物は試しだ。やっちゃうよ。よし行こう。この機を逃すな。攻め落とせ。行くぞ。敵の守りを粉砕する。粉砕する。迅速に落としてやろう。お、早い。ドゥドゥ早い。ナイス。オッケー。ドゥドゥたちにあっち行ってもらおうか。はい。魔王から落としていくんだね。オッケー。
やっぱ期待なんかできない。で、私らはここまでは順調ですね。順調だね。よし、急いで攻略しよう。さあ、今度はここだ。攻め立てる。オッケー。さて、じゃあ周りを壊しました。勝利の鍵になりそうだな。みんな、ここは落とされないように動いてくれ。次は連絡砦の陥落に注意せよ。少しは楽しめるか。自分も行くよ。このまま押し負けてはことだ。来るね。彼らは危険だ。今は手を出す。はい、今のうちに陣地の帝国軍を片付けるぞ。はい。さあ、連絡砦の陥落前に全ての中央の砦を制圧。じゃあ次は中央の砦か。死神騎士ここにいんのね。じゃあいないところをやっていく感じか。ここを狙ってんじゃんよ。じゃあどうしよう。では手はず通りに動こう。え、最善を尽くすとしよう。任せてちょうだい。でも死神騎士もできんのか。全力で頑張ります。私に任せてください。始めるぞ。出るとしよう。ここに行って全ての中央の砦だもんね。私も移動するかね。よし。でも死神騎士戦ったらダメなんだよね。急いで攻略しよう。再戦というわけか。構わないよ。まだ仕掛けるべき時ではない。今奴と交戦するのはやめておけ。邪魔よ。オッケー。あ、なんか来た。なにこれ、投石機。はぁ、あ、ちょちょ、あ、もったい、無駄落ちしちゃった。なんか A ボタンどうしても押しちゃうんだよな。もう必殺技が出ちゃうって、もったいないことしちゃった。投石機どこ。しまいましょう。あの投石機使えるな。投石機が敵の手にってことは狙われちゃう。逃げなきゃ。お、来た来た来た。ベイラちゃん。彼女の指揮官のようで。いたわね。さて、スカウトすっか。心は痛みますが、倒すしかありません。はい、ではベアナデット撃破せよ。あの焦った傭兵を見る限り、揺さぶれば寝返るかもしれませんよ。さて、行くぜ。自然の死を作るくらいなら降伏すべきだと思いますが。あなたを殺したくはありません。もうやめましょう、ベルナデッタ。いやー、死ぬー。
残る脅威、灰色の悪魔と死神。さあやりに行くか。中央の砦へ向かう。練習は俺の任務だ。わかった。外周部の砦は任せてほしい。死神騎士、次誰？死神騎士やればいい。みんな急ぎ中央の砦を退去しろ。死神騎士を砦の中に封じ込める。はい。死神騎士を朽ちた風車の、はい、閉じ込める。一斉攻撃でいいのかな。どこから来るかな。勝てるかな。閉じ込めろって言ってたけど倒したいよね。その砦から出るんだ。死神騎士が到達してしまうぞ。倒せる？邪魔よ。その身に刻んで。これが傭兵よ。くらえ。その身に刻んで。あ、強い。こう苦戦させられるとは。無理かな。さすがに刺すのがに。なんか倒せそうなんだよな。しょうがない。まだ死にたくないし逃げるね。これが傭兵よ。戦友、その身に刻んで。倒せるかな。犠牲はあったけど。何サイキって。はまだ仕掛けるべき時ではない。今奴と交戦するのはやめておけ。私こんなところで死ぬのは嫌だよ。あ、やばいな、みんな。あ、よかった、みんな回復して回復。ちょっと待って、あ、そっか。あ、みんな一斉攻撃ダメだ。ちょっと待って。いいところに来たな。力を貸してもらおうか。私に任せといて。あ、これ死神騎士挑んでくる。ちょ、みんな逃げよう、みんな逃げよう、みんな。みんな戦わなくていいよ。やってみるとしよう。みんな移動。
相手にしない、相手にしない、相手にしない。ここに閉じ込めるんだよね。だからいたらダメなんだよ、真ん中部分に。はい。今の私の舞台はこの砦で、誰にも上がらせはしないわ。死守するぞ。アリの一匹も通すだ。お、来た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 。よし、これでいい。門を閉ざし、敵の退路を立て。ニコちゃん。よし、じゃああとはベレスだけ。守備隊を入り。総員、放て。投石儀で。ボン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 。灰色の悪魔とて多勢には勝てない。北西の砦から援軍を呼び込むのだ。はい、この数が相手か。厳しいね。逃げるか。あいつのことだからうまくやってると思ったが、どうやらそうでもねえらしい。新手か。今中央の砦を解放されれば厄介なことになりそうだ。え、ジェラートラを撃破し、死神騎士の解放を阻止せよ。ジェラートどこ。あ、アロイスさんいるな。アロイスさん、あ、いたわ。よし、片付けに行くわ。すぐそこ。あ、いたいたいた。これ阻止やらないと。あれ、ジェラルトどこ。ジェラルト、私の用意も整っている。砦の守備隊に何かあれば向かわせる。痛い痛い痛い。これで砦の方も時間を稼げそうですね。あれ、ジェラルトどこ。もうみんな馬乗ってるか分かりづらいね。あ、痛い痛い痛い。ここだ。次が、アロイスさんだね。ここまでだな。はい、痛い痛い痛い。ここね。やはり一筋縄ではいかんか。オッケー。ここは申し訳ないが引くしかなさそうだ。頑張るわ。オッケー。どうにかしのぎ切ったな。いいぞ、もっと俺を楽しませてみせろ。あ、開いた。なになになに。強引に脱出。ほう、砦をこじ開けるとはな。だが投石は効いている。この機を逃すな。あ、ここで倒すのね、死神騎士。よし、
やばい、戦力があんまり残ってないのが大丈夫かね、君たち。死神教。俺は帝国の。まさか死神騎士の傷を癒すつもりなのか。プリンストラ撃破し死神騎士の治療するっすよ。は？この声、やっぱりどこかで。あ、まさか。いえ、そんなはずは。よし、倒したかな。視線に立ってこそ。その気持ちは理解できなくもないな。怖い。カツキベレスかな。しかし奴の剣、どこかで見た覚えがある。ベリツ先生や。エベレスを保有する味方部隊。急いで援護に回らなくちゃ。次は騎兵を相手にしたんだ。手だれといえど疲弊しているはずだ。で次ようやくベレスね。よし、よし行こうみんな。念には念をって言うしな。あいつに援軍を送っておいてやるか。のんびり相手してる余裕もない。さっさと片付けしまおう。そうだね。悪いけどこれも仕事だよ。君と戦うのは何度目だったか。今日が最後になるかな。剣が光ってる。先生。ええ、今日こそはあなたを倒すわ。灰色の悪魔。まずいな。このままでは押し切られる。まだ戦える。こちらの攻撃は確かに効いている。ここが踏ん張りどころだ。どう？厳しい戦いだね。よし、いいぞ。いけるぞ、みんな。押しているね。このまま勝てるかもしれないよ。逃がさない。の力かな。時間巻き戻す。不損が過ぎるぞ、小さき者よ。あ、やっぱり。いや、お主は地主どもの末か。いずれにせよ、我が器を壊そうというのじゃ。お主の玉は尻となる定めよ。よく転がるな、小さき者よ。じゃが今の君では勝てない。逃げるんだ。逃げられると。お主
を。ソティス。勝ったと思ったのにね。そうだね。あんな力を隠し持ってたなんて。けど私もあなたから力を借りてたのよ。言い訳はできないわ。そういうものかな。そういうものなのよ。あの力一体何なのかしらね。最後先生苦しがってたけど、突然人が変わったみたいに凄まじい力だったわ。ソティスとラルバが干渉したとかかな。僕の言った危険性が証明されてしまったみたいだね。だけど僕は信じているよ。君ならあの悪魔を撃てると。そのための協力は惜しまない。共に勝利をつかもう。はい、もっと力をつけて。いつか必ず。けどこれほど力の差を感じさせられると不安にもなるわ。出陣の前にディミトリも言ってたけど、それこそ王国で雇っちゃうとか。あの人たちだってずっと帝国に雇われたままとは限らないでしょ。驚いたな。君は本気であの悪魔を味方につけたいと思っているのかい？敵対する理由ない、やっぱり無理かしら、ね、いい案かと思ったんだけど。戦争に勝つためには時にはそういう手段も取らなくちゃって思って、なるほど。相手の力を目の当たりにして勝てそうもないと思ってしまったわけだね。そうじゃないわ。強いからこそ味方にしたらぐっと勝利に近づくでしょ。君が本心からそう思っているなら構わないのだけれど、心配しなくていい。君はもっと強くなれるよ。僕が保証する。だから簡単に目標を放棄してはダメだ、はい、君が望みを果たすことこそが僕にとっても一番なのだからね。実はあなた私を利用しようとしてませんか？ラルバもよくわかんないんだよな。およく A で終わったな。よかった。めっちゃ死んだけどね。死神騎士に果敢に挑みに行って、無謀にも。ありがとうございました。ということでベナデッタが仲間になりましたね。やったぜ。